メポが待っててくれることがお仕事する生きるモチベーションになっていますね。もう感謝です。あと最近大好きなドラゴンボールのサイヤ人が乗る宇宙船型の、ね、キャットハウスをドラゴンボール公式さんからいただいて、これがなんと宇宙に2台しかないらしいんですよ。そこをちゃんと気に入って毎日サイヤ人気分で入ってくれるので。高血圧ですか。やっぱり猫は高齢になってくるとみんな腎臓がねちょっと弱くなってしまうってことは知ってるんですけれども、血圧ってそんなにあんまり気にしたことがないというか、でも猫は痛いとか苦しい辛いが言えないじゃないですか。飼い主が様子を見て気づいてあげなきゃいけないなと思うんですけど、血圧ってそんなに効かないですね。血圧はそうですね、病院にかかることがあったら検査の時に測っていただいたかもしれないんですけれども、そんなに頻繁に測りに行かなきゃとかはしてないですよね、うん。さあ最後は中川しおこさんの猫との健康生活目標のメッセージをいただきます。中川しおこさんの猫との健康生活目標はこちらです。はい、猫も私も命大事に。本当にいつもこの作戦でいたいなって思います。猫たちはやっぱり毎日一生懸命無償で愛を伝えてくれます。だけど痛いとか苦しいとかそういうことが言えません。だからこそ私たちがちゃんと見極めてあげること、見守って、そして愛の恩返しをするためにも私たち自身も心も体も健康で命を大事に生きていかなきゃいけないなっていうのは感じますね、うん。猫たちのように生きることしか考えない、前を向く、そんな猫たちのように強くなりたいなと思います。そして猫に恩返しできるように、健康だからこそ働けるので、はい、ちゃんと寝て、猫たちと一緒に寝て、そしてストレスをためないようにちゃんと食べて寝て、はい、そして猫たちを可愛がって恩返ししましょう。